明日からの対局を前に藤井聡太八冠はスーツ姿で挑戦者の伊藤匠七段とともに小樽運河を訪れました。銀銀荘での対局ですけど、本当にそちらの建物も素晴らしいですし、また本当に景色もそうですね、良いと思うので、楽しみに、しています。藤井八冠は7月に王位戦でも小樽で対局していて、小樽は早くも盛り上がりを見せています。すごいよね。楽しみですね。頑張ってほしいですね。はい、同い年なんで。また小樽市総合博物館では鉄道好きで知られる藤井八冠にガイドブックを差し入れたということです。鉄道の町小樽を対戦会場としておりますので、藤井さんが知っている車両とはまた違う北国ならではの車両もありますので、そういうのでまた見てもらうと嬉しいですね。勝てば竜王のタイトル防衛となる藤井八冠は、明日から小樽の老舗旅館銀鱗荘で対局に臨みますが、この後午後6時から前夜祭も開かれます。